せーの、温泉は、はい、林ここです。白川水菜です。せーの、温泉女子高生でーす。はい、というわけで今回はですね、近況報告会です。はい、はい、そうなんですよ。私たちもね、会うのが2ヶ月ぶりぐらいなので、ちょっとこう最近の、状況だったり、まあ、お仕事の話だったりね、していけたらなと思います。どうですか最近、元気ですか？元気、よかった元気元気元気だけど、うん、ハウスダストのアレルギーが辛い。それは元気か？元気だよ。それは元気なのか？元気だよ。なんかお掃除とかしたんですか？うん、引っ越しするから。うん。あ、ちょっとずつ。お引っ越しのためにね。確かにね、お引っ越しのために大掃除とかしたら、まあそうだよね。なかなか今までこう、こんなとこにまでゴミがみたいなことありますからね。意外とね。あとは、うん、今日は某ワンダーランド、あーはいはいはい、ワンダーランドのお誕生日。あ、そうだね、そうなんです。あ、そうこれ収録日バレちゃったからですけど、まあ、あの近かったんだよね、お誕生日。誰かのお誕生日、うん、そうだね。嬉しい。あれ、推し、推しキャラ。あ、そうだったの意外なとこ行ったね。意外だよね。私も絶対あの、この子にはハマらないと思ってた。でも言って、キャラは言って、でもそこはさ、もうピーとか入れてもらってたんだけどキャラ見っていいんじゃない？ジャック・ハウルくん。あー、意外だね。結構ムキムキキャラなんだ。そうなんだよめっちゃ意外だ。もうなんか、うん、すっごい僅差なの。2位がいっぱいいて、うん、あ、2位がいっぱいいる系ね、わかるわかる。でもなんかあの、ゴス、うん、ゴーストの結婚、あー、ゴーストマリッジね。そのイベントで、うん、めっちゃ好きってなった。え、わかる。でもゴーストマリッジの、あのジャックはマジでよかった。あ、そう、だからすごい、あの、なんて言うんだろう、ゴーストマリッジ結構私反対派だったって誰やねんって感じなんだけどなんかさ、やっぱ男子高校生じゃないですか彼だって。そう、男子高校生が結婚みたいなそれってコンプラ的に大丈夫みたいな思ったんだけど、なんか、あの、みんなのさ、この恋愛の価値観がちょっと分かって、急に乙女ゲーっぽくなって、それはそれでよかったよね、うん、みんな可愛い、みんな可愛かったし、ジャックにおいてはめちゃめちゃ一途なことが分かってよかったよね。確かにね、良いね。でも、うん、私エペル君好きなのね、うんうん、だから、あのエペル君とジャック君って同じクラスじゃん、うん、だから、あ、なんか、あ、ってなった今、お1年 B 組好きだね、うちらみたいな1年 B 組か、みたいな。確かにね、うん、いいキャラいっぱいいますよね。ね、ゴスマリ、やっぱエペルがめっちゃ大活躍したから、ちょっとゴスマリの名前が上がって嬉しいわ。とんでもない。いや、いいですね。じゃあ引いたんだか。じゃあまだなの。あ、まじゃ、まじゃ、まだなんだ。そう、もうね、あの、好きな食べ物を、推しの好きな食べ物を食べてから引いたりとかすると意外と出るよ。本当、うん、私、あの、ジャミル君の時カレー食べたもん。私のコンポートなんてどこにある無事そう、ジャックくんってさ、洋菓子好きなとこめっちゃ可愛いよね。かわいい。しかもコンポートってさ、ぼっちゃんみたいな。甘いんだよ。もしかしてぼっちゃんかって思ったいいね、まあ、作るのもありじゃないですか、うん、それかもう洋梨のなんか、でも秋だからさ、洋梨のなんかありそうじゃない。洋梨なんかタルトとかさ、なんかありそう。買って帰れるのかな確かにな、確かにね。まあでもね、そういうのもありですよね、うん、エペルとか焼肉だからめっちゃ楽で。確かに、焼肉買って、お肉買って10でいいからそんなことを言うなんて感じですけれどもあ、そうなんだね。そうだな、私はでもなんかいろんなゲームとかをやりすぎて、私なんか最近こういろいろ自分で新しく始めたことだったりとか、なんかこう準備することとか多くて、意外とこうゲームに時間を割けなくかったんだけど、そう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 、なんかね、いや、ゲームをやりすぎて、うん、どっから追うか分かんなくなってる自分でも。ああ、順番が、順番が、そう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 、あの、某なんちゃらスターズみたいなアンサンブルしちゃうぞみたいなやつのね、推しのイベントがあって、この前
もうでもね、私本当に放置してたの、ごめんだけど。だからあんまりにも急に始めたから全然もうなんか弱々で全然走りきれなかったんだよね。いやそうそうそう、大変だよね、イベント難しいよねっていうね感じですね、プライベートとしては。なんかまあいろいろ考えることも秋だと増えるよねっていう感じですね。まあ年末に向けて頑張りましょうっていうことで。なんかお仕事とかありますか？お仕事はあの温泉女子高生でもご一緒してる、うん、作家のお名前出してもらおうかな。いいじゃない、いいんじゃないですか。いいと思いますよ。ゆうやんさんとご一緒してる、うん、あの東京 MX で火曜日の23時30分から放送の正義のヒーロー声技の英雄と書いて正義のヒーローと読むんですけどのバラエティ番組、うん、あの先輩からお話を聞いて結構勉強になることがあったりとか、うん、本当にバラエティらしいミニコーナーがあったりとか、うん、面白い番組に出演させていただいたり、うん、ちょ虫がごめんなさい。してます。はい、あ、いいですね、バラエティは、うん、地上波ですもんね。地上波バラエティは強いですよ、やっぱ。ありがたいです、ありがたいですね。もう11時半23時半って結構いい時間ですね、うん、いい時間ですよ。どうですか、バラエティって難しいよね。いや初めてだからもうどうしていいか分かんなくて、うん、すごいお話聞いてるだけみたいなところが正直あったりするので、これからなんだろう、そう吸収しつつ、うん、なんていうのかな、ちゃんと出るべきところは出たり、うん、いろいろ工夫しながら面白い番組に、うん、していけたら、どの立場で言ってんねんって感じではあるんですけど。でもね、番組を作ってる一人ではあるからさ、やっぱさ頑張ります、うん、そうですよ、皆さん見てますから多分。いや頑張ってんなってみんな思ってるよ多分。すごいなっつって、バラエティむずいよね、うん、なんかこうなんだろうね、出すぎてもきつく見られちゃう時とか、うん、うるさがられちゃう時があったりとかさ、うん、したりとかさ、でも帰って黙ってたら一回も映らなかったりとかする時あるじゃん。何してるんだろうって、うん、何のために来てるんだろうみたいな。そこまで思い詰めるのはなかなかだけど、思われたら怖いなって。いや確かにそうだよね、まあ、見てる人、そうそうそう、なんだろうね、もうすでにさ、こう私たちのことを推してくれてる方とかはやっぱ映らない、あ今日映らなかったなって思ったりとかもね、する方もいらっしゃると思うし、残念な思いもね、ね、私もやってる本人としてもなんか辛いよねやっぱ。オンエア見て何も喋ってないみたいな時とかさ、たまにあるじゃんバラエティとか。いやきついですね、でもねそれめっちゃ勉強になると思う、うん、頑張れ、ありがとう、面を送って、面を送ってきますよ。はい、そうですね、私はそうですね、まあぼちぼちあのアニメでちょっとこう出させていただいたりとか、あとはあ、ランガールズランガですね、ユニットの写真集を出すことになりまして、そうなんですよ、で今クラウドファンディングを、ありがとうございます、今、あでももうこの放送される頃にはちょっと期間終わっちゃってるかもしれないんですけど、クラウドファンディングで皆さんにこう支援していただいて写真集を作ることになりました。はい、そうなんです。とかあとはライブがねちょこちょこ、結構年末にかけてランガールズランライブが多くてですね、11月、12月ワンマンもありまして、私たちワンマンもあって、あとは京都でやるミヤコプレミアムってライブだったりとか、アニレブっていうライブだったりとか、トヨスピットでやるライブだったりとか、あとはキラッとプリちゃんですね、キラッとプリちゃんというかプリティシリーズのこのみんなが集まるウィンターライブがね12月にあったりもして、結構年末忙しいというかこうユニットの活動とかがバタバタするかなっていう感じのスケジューリングです。壊さないでね、ありがとう。だから今めちゃめちゃ頑張って筋トレをやってるっていう感じですね。そうなんですよ、もう筋トレ頑張る筋トレを、私も今踊ってるから。あ、そうだよね、今アニメもねあるもんね。それでライブとかないんですか？ライブは1月の30日にあります、うん、お、あ、でも1月って言うてすぐじゃない？すぐだね、結構、ね、あと、10月のこの放送が
される頃にはだいぶ直近なんですけど、うん、10月の30日にリリースイベントが、そのセレクションプロジェクトっていうんですけど、うん、あります。おぉ、そっちもリリースイベントあるんだね。そう、なかなか詰め詰めですよ。で、頑張ります。頑張ろうね。私たちもね、11月14日でね、あの温泉女子高生のね、リリースイベントありますので、はい、皆さんそちらもまだね、多分ねあるんじゃないかな、整理券、参加券みたいな、かな、どうなんだろう。まあそれはちょっと店舗さんに確認していただく形にはなってしまうんですけど、皆さんに、リリースイベントもありますので、お会いできる皆さんはそこでお楽しみにしてみてください。もうお互い風邪だけはね引かないように、もう頑張って頑張って、もうたくましく生きていきましょう。いろんな意味でね、たくましく。はい、はい、ということで皆さんよろしくお願いします。今後もツイッター見てね、あとツイッターをよろしく。2人ともツイッターやってるんで、よろしくお願いします。します。はい、というわけで、このチャンネルではですね、皆さんから私たちにやってほしいことを募集しております。ぜひね、番組の感想なども画面下の概要欄をチェックして送ってみてください。よろしくお願いします。高評価とコメントもお願いします。お願いします。というわけで、以上、せーの、温泉女子高生でした。バイバーイ。